お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。令和の漫画紹介誌ムクドリンでございます。いやー、全裸監督、皆さんもうご覧になりましたか？いろいろね、感想も出てますけれど、何より役者さんたちが作ることを楽しそうに絵にしてる感じが魅力的でしたね。シーズン2も制作おめでとうございます。漫画の世界も、まあ、成人向け、アダルトの世界と切り離せないものです。まあ、某職劇のマさんとか、まあ、そっち系の出身だったりしますしね。本日ご紹介するのは別にアダルトな漫画ではありませんが、ちょっとエッチな漫画です。ご紹介しましょう。こちら、俺の現実は恋愛ゲームかと思ったら命がけのゲームだった。十分長いタイトルなんだけど、まあ、先週の真の勇者じゃないと以下略のおかげで短く感じますね。この作品、一言で言うと女性を攻略するお話です。まあ、ただし攻略といっても恋愛とか性的な意味ではなくて、陰謀を暴くという作品です。クライムサスペンスというジャンルですね。ということで、この作品の見どころはこちら。1、女性キャラが可愛い。2、予測がつかないクライムサスペンス。3、女性たちの最高感。では、あらすじを紹介しめていきましょう。ある日、主人公の長谷川亮は目が覚めると、まるでゲームのように画面が宙に浮かんで見えた。セーブをしてロードをすると過去に戻ったり、不思議なアイテムが買えるこの世界。どうやら女性を攻略するのが目的らしい。まあ、そこで長谷川くん、隣に住む美人なお姉さんの桜井さんの部屋に侵入し、眠らせ、手を出そうとするが、警察に捕まりかけてしまう。どうやら恋愛的な意味での攻略ではないらしい。まあ、とりあえずお金をちらつかせて潜り込む主人公。部屋を漁ると、そこには、他の男の死体が。なんか大きな冷蔵庫があるなぁ。開くと、旦那の死体が。まあ、どうやらこのゲーム、犯罪的な意味で謎を暴くのが目的のよう。しかも失敗すると、現実の自分が死ぬ。約束。まあ、長谷川くん、まあ、様々な謎を解決しつつ、裏社会を牛耳っている感じの謎の少女や、謎の刀使いのお姉さんと出会う。彼は無事生き残ることができるのかと。いやーね、すごい発想の設定ですよね。クライムサスペンス系が好きな方におすすめの作品です。見どころその1、女性キャラが可愛い。漫画というよりは、まあ、いわゆる絵師っぽい絵なんですけど、まあ、出てくる女性がね、非常に可愛らしく描かれてます。というかちょっとエッチです。一応第1話で、あ、そういうゲームじゃないのね、と学んだ長谷川くんなのですが、それでもちょっと出てくる女性がやたらエッチだし、まあそういうイベントも起きると。妖艶な感じの人妻とか、怪しげなブローカーのお姉さんとか、まあもうね、正直ね、特定のシーンは完全にアダルト漫画ですね。絵を描いていらっしゃるのは、台湾のフレンドリーランドという漫画家グループに所属するお二人だそうです。まあ、原作者は日本の方らしいので、まあ、おそらくね、遠隔で作ってるんだと思います。日本と台湾、まあ、今時っぽい作り方ですね。見どころその2、予測がつかないクライムサスペンス。あらすじでも紹介したお金に狂って殺しまくる人妻、まあ、だけでなく、まあ、とりあえずね、たくさん犯罪が出てきます。怪しげな社交パーティーには、わかりやすく大物政治家っぽいのが出てくるし、ラーメン屋のおばちゃんに扮した臓器売買の人だったり、まあ、宗教団体とか、そういった事件をね、ゲームのアイテムを駆使してクリアしていく、まあ、ちょっとゲーム実況を見ているような気分が味わえます。まあ、2巻から出てくるクソラユアちゃん、なんかね、裏社会のボスっぽい少女なんですが、返答をミスって機嫌を損ねると死ぬっていう、まあ、なので毎回セーブするっていうところが、ほんとゲームっぽい設定が面白い作品です。見どころその3、女性たちの最高感。女性が可愛いというお話をしましたが、まあ、クライムサスペンスなので、だいたい裏があるんですよね。いや、ほんと、女性は怖い。この作品、ここまでご紹介した通り、様々な事件とか悪人、に出会うんですけれども、まあ、本性を暴かれた時の変貌っぷりがマジで怖い。まあ、綺麗な女性をね、描ける人ってたくさんいると思うんですけど、怖い女性、同じ女性の変貌っぷりをここまで描ける人っていうのはなかなかいないんじゃないかなと思います。ちょっとエッチで絶対に目が離せない興奮必至のクライムサスペンス。俺の現実は恋愛ゲームかと思ったら命がけのゲームだった。いかがだったでしょうか？
いや、先週に続いてのね、ナロー系の作品ですが、本当いろんな設定があって面白いですね。この作品は僕もナローで最新まで読んだんですが、ちょっとね、小説版の更新が止まってるんですよね。漫画アップさんでは毎週連載が続いてるので、打ち切りってことはないとは思うんですが、続きが気になりますね。概要欄に無料で読めるリンクも貼っているので、もしよろしければお楽しみください。では、本日はここまで。漫画紹介 VTuber のクドリンでした。またのお越しをお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。